こんにちは、編み物ジャーニーです。今日も大分のアトリエからお伝えしています。ハンカチタオルを編んでます。このような模様編み すいません。透かし模様を周りに散りばめて、ガーター編みでコーナーは端は落ち着かせて、メインはメリヤス編みで、試し編みで編んでみたんですけど、まあ可愛いんじゃないかなと思ったので、畳んでもですね。で、そろそろ正方形にしたいので、最後の模様が一番上に続くところをしていきながら、せっかくなので記号の編み方、編み物の記号、棒針編みの記号が出てきた時の編み方をお伝えしようと思って準備しました。ちょっとでっかいですね。編み物の記号には丸、棒針編みの記号に丸印があると掛け目、こう入るっていう字みたいな記号があると右上2目一度っていう言い方になるんですけれども、この右上2目一度を、縄編み針とか使わずに編む方法、それとこう編んでかぶせてとか、編んで編んでかぶせてとか、いろいろやり方あると思うんですけど、それをせずにする方法をちょっとお伝えしようかなと思います。実際に編みながら進めるんですけれども、このデザインのハンカチタオルでは端はガーター編みなので表編みしてます。模様と模様の境目にはリングを入れて間違えないようにしてます。ここから模様編みの数だけ間にリングを入れてます。ここで模様の数を把握しながら編んでいくんですが、模様編みの1段目は表が1、2、3、した後に掛け目と右上2目一度が続きます。掛け目は今からします。糸を向こうに、棒に向こう側にこうかけた状態が掛け目です。糸の流れを見た方が分かりやすいと思います。人によっては右の棒を下からすくう、結果同じなんですけど、糸の流れで私は覚えています。向こうにかけていくと。そして次、右上2目一度なんですけど、針をこう立てます。まっすぐ立てた状態で1本目下からすくって移すだけ。2本目また下からすくって移します。次、この移した2本を左の棒で下からすくって戻します。左に両方とも戻してあげます。よっ、割れないように気をつけて戻します。完全に戻してしまっても結局同じなんですけど、戻したとして、今この2目が入れ替わってるんですね。この入れ替わった状態で2本を一緒に表編みしてあげると、右上が交差になった2目、2つが1目になりました。こんな感じ。目と目が、右が上になりました。で、1目になりましたっていうことをしました。これちょっとこの段は繰り返していきますね。右上2目一度の、まあ、楽じゃないけど、慣れれば早いし綺麗になります。ブヨーンって伸びたりせずにですね。かけて右上2目一度します。この
上体から下からすくう、下からすくう、すくった2本を元に戻します。下から元に戻しつつもう表編みをしちゃう。これで掛け目と右上2目1と、このやり方を覚えとくと透かし模様が楽になっていくんじゃないかなと思います。慣れてない人はね、一旦一旦縄編み針使ってましたとかいう方もいるし、後でかぶせる方法でやってましたっていう人もいますけど、この方法を私知ってからはもうずっとこのやり方でしてます。かけて右上2目1と、何回も巻き戻して、巻き戻してって言わないのかな、見て練習してみてください。こんな風にちょっとずつちょっとずつこう自分が普段編んでいる編み物でワンポイント的にお伝えしていける動画を撮っていきたいなと思ってますので、編み物の初心者さんからに、まあ、特にお役立ちになるんじゃないかなと。で、大物を編んでる時は大物のこと、大事なこととか考え方とかもお伝えしていけたらなとは思ってるんですけど、右上2目1度とこの掛け目のやり方を今回はお伝えしました。そして掛け目の後の2段目はどんなイメージか、掛け目の次の段をどうやって編むのかなっていうのが初めての人にとってはやってみますね。端の目はガーターなので表目だけをしています。端っこの目はこういろんな指で押さえてあげたりしながら進みましょう。よいしょ。で、ここの印まではガーターなので表編みしましたけど、ここから先は、メリヤス編みをメインにしたいので裏編みをします。今裏から見て編む段だからですね。で、掛け目とか2目1度とかしてきたんですけど、基本普通に裏編みをします。右から入ってこの掛け目のとこですね、穴開いたみたいに見えますけど普通に裏編みです。右から入れて糸が2本全部手前に来てる状態からまた糸の流れは向こうにかけます。かけた状態で下に潜らせていく裏編みですね。全部そうします。かけたまま下に潜って押し出す。糸は2本全部手前に見えてます。糸の流れ基本編み棒針編み向こうに流れるんですね、裏でも表でも。これさえ押さえておけばこうかなとかこうかなとかこうとこうで悩まずに済むんですよ。糸の流れは全部向こうに流れる。で、流れた後も右が手前に来ている。このこういう動き、糸の流れを目にして気にしていくとだんだんこう目の作りっていうのが見えてくると思うので、まあ、最初のうちは何のこと言ってるのか分かんないとは思うんですけど、掛け目が出てきたり棒針をこう刺し直したりしてくる時にどっちから入れていいのかっていう段階が来た時に糸の動き向こうに流れているっていうのが分かってくればいいかなと思います。
お伝えしながらも、やっぱり経験によってどこを求めているのかとか、ただ楽しく編めればいいのかとか、編み図を読めるようになりたいのかとか、編み物教室でもですけど、目的が皆さんそれぞれ違うので、その目的に合わせて一人一人お伝えしていけたらなと思っていますので、教室では一人一人に育てできるんですけど、まあ動画では一般的に基礎的なことをお伝えしながら、ちょっと得になるようなことを言えお話ししたいなとは思うんですけれども、まあ人によっては当たり前だったりとか、そんなことより作品の編み方を教えてよっていうのとかもあると思うんですけど、まあ、この動画では作品というより基本的に基礎的な編み方をお伝えしてこうかなと思ってます。まあ、作品を編む中でこうやって編み方的なことをお伝えしていけたら、復習的に、ああそうだったのかとか、それでそうなのねみたいな、こう納得いくと嬉しいなって思ってるんですけれども、まあ必要な方に届けば嬉しいです。また撮りますのでよろしくお願いします。今回この透かし編み完成させますね。ありがとうございました。あ、記号これ、かけ目と2目1度です。